こんにちは。今日はインスタ360ピッツリ買ってきましたので、こちら今日開封してちょっと簡単な感想をする動画したいと思います。で、僕買ったのが、このセットになりますが、このカメラ本体と、120cm の ZV5 の、レンズカバー、 64GB の、の SD カードを買いました。もともと本体だけで、ホームページで買ったらおそらく6万8000円ぐらいですけど、フリマアプリとかで買ったら6万7千円ぐらいかな。早速開封していこうかなと思います。結構重たいんですね。なんか軽いと思ってたんですけど、意外と重たいですね。充電ケーブルですね。収納ボックスか。あ、こんな感じか。取り扱いショップか。レンズを置くやつか。1年間の保証がついているらしいです。これがないとちょっと困りますね。一応こんな感じです。はい。ついでにこのジロリボも開封していこうと思います。軽いですね。こんな感じです。120cm のジロリボ。これ見えないジロリボです。次は SD カード。QR コードでいろいろスキャンして、ロガある、ロガあるということで。バッテリーを外す。まずバッテリーを外す。バッテリーはこっちですね。こっち側で。バッテリーを取り外せないですね。で、次は。このレバーがあるんですけど、両方のレバーをこう引くとバッテリーが出てくる。ああ、こんな感じですね。便利ですね、これを。SD カードを入れます。ここにSD カード、SD って書いてあるところは SD カードを差し込み口になります。を入れて、はい、ガチッとなると終わりです。で、バッテリーを入れる。カチッとなったら OK です。はい。あ、なんかここ光った。で、ちょっと重いなこれ。1.3GB。What？ 重すぎ。取ってみます。はい。はい。アクティブしないと何もできません。はい、アクティブします。はい、ダウンロード終わりました。ああ、うん、飛びします。はい、持ってます。全部許可を。はい、接続。あ、自動的に認識されていますね。あ、嬉しい。嬉しい。こんにちは。はい、じゃあ接続していって、はい、接続します。もちろんです。ファームウェア更新可能です。はい。アンテリ性およびパフォーマンス向上しました。はい。ダウンロードします。ファームウェアアップデート中。やべ、バッテリーが少ない。あ、成功しました。はい。完了しました。登録なんだ。あ、完全に連動してる。多分バッテリーが少ないからこうなってるんだ。